皆さんこんにちは、ドクター芹沢です。アップデートでジェットジャガーの実装来ましたね。ゴジバゾにね、ウルティマの実装が先に決まってジェットジャガーはまだかって思ってたんですけども、ついにね来ましたね。満を持してジェットジャガーが、当然まだ僕はジェットジャガー手に入れてないんですけども、ジェットジャガーを今後手に入れた場合どういう風に使っていけば有効に使えるのかなっていうのを、ちょっと今あるユニットを使ってね、いろいろと考えてみたいと思います。早速ありますね。 JJ 育成キャンペーンっていうのがね、長いリーチを生かした範囲攻撃で複数のユニットを相当することに長けています。おー、クモンガを蹴散らしてましたからね、 SP でね。リーダー設定も可能。東西南北天地山でいいのかな。自身を中心とした円形範囲にいるユニットにダメージを与えます。さらに15秒間射程の長い味方ユニットの移動速度を 1.5 倍に強化できます。射程が長いって言うとウルティマさんだけども、ジェットジャガーをリーダーにするとウルティマさんも強化できるってことなのかな。限定ミッションでも報酬は手に入れますと、探索地図でも手に入ります。まあ抽選ですけどね。お、SP のヒルエリアに第三勢力として登場するんですね。これは東京エリアで戦った時にジェットジャガーをぜひ味方につけてですね、その性能とやらを見せていただきたいもんですね。これはあれかな、今までウルティマさんとラドムが出てきてたけど、あ、そうか、昼か。夜はウルティマさんで昼はジェットジャガーが出てくるってことなのかな。スペシャルミッションでは、おー、レベル3まで強化しよう、3回強化しようでジェットジャガーのユニットが手に入りますね。ただし、あ、やっぱり1回目2回目は自力で手に入れなきゃいけないんだな。1個2個自力で手に入れないと3、4とレベルアップはできないみたいですね。なんとか2つ手に入れたいところですけど、最初の1個がね手に入らないんだな。抽選だから、なんとか星4確定地図でね手に入れたいところですね。だって当然ながらまだジェットジャガーを持ってないので、もしもジェットジャガーを手に入れたらどういうデッキを作るかっていうのをね、仮のユニットを当ててやってみたいと思います。今回はジェットジャガー役に同じコスト4のバトラ君を使いたいと思います。もしもジェットジャガーをリーダーにして組み込むとすると、こういうデッキ作るかな。当然ウルティマさんはいますよね。ユニットの紹介ページで Q3 式メーサー社もジェットジャガーの必殺技で移動速度が上がってたんで、 Q3 式メーサー社を軸にして構成を組んでみました。基本は守りですね。基本は守って Q3 式メーサーとウルティマさんで徐々に戦線を押し上げていって、動けない相手に対してとどめを刺すというような感じですかね。Q3 式メーサー車は対空も持ってるので、ラドンや B2 メガギラスにも対応できるはずです。ただいかんせんパワー不足なんで、それを補うためにマークライトファープも入れてます。でメーサー基地はコストが重いのでね、小型軽量銃で攻められると相手にあっという間にね追い詰められてしまう可能性があります。キングシーサーとかヘドラとかね。なのでそれを防ぐためにエネルギー補給基地も入れて、防御用にマーカライトフォアポも入れて、群れの相当に在来線爆弾、あとモゲラで潜られた時のためにカマキラスというような防御陣形ですかね。 3分間で勝てなくても延長戦になればね、マーカライトフォアポの脅威というのが徐々に上がっていくので、マーカライトフォアポが延長戦に強いのは外眼マーカライトの構成で証明済みなので、一見防御一辺倒ですけども、これでも十分勝てると思いますね。ただ相手が回復ゴジラで攻めてきた時はどうしようかな。ちょっとパワー不足の感が否めないんですけど、ゴジラの弱点をつくようなデッキじゃないのでね、今の環境を席巻しているデッキに対抗できるのかはちょっと疑問ですけれども、こういう感じの構成も組むことはできますよということですね。次にジェットジャガーをユニットとして使う場合、せっかくコスト4なんでね、コスト4から強化できるコングをリーダーにしてみました。戦闘要員としてジェットジャガー、やっぱりここでも Q3 式メーサー車、そしてメカゴジラですね。コスト4の中ではメカゴジラは圧倒的に使いやすいのでね、耐久もあるし力もあるしということで、そこそこの群れ相手ならメカゴジラ1体でどうにかなっちゃいますからね。ジェットジャガーも群れには強いですし、突進も止められますからね。
ある意味ジェットジャガーはキングシーサーメタとして役に立つかもしれません。いきなり群れに囲まれてしまうと、ね、あっという間に防御がなくなっちゃうので、至近距離で群れに囲まれたジェットジャガーは弱いかなとは思いますけど、正面切って群れと戦う分にはジェットジャガーは有効なメタユニットになりますね。なんとかこの3つのユニットで戦線を押し上げつつ、ヘドラ、在来線、マーカライト、ファープ、これはもっぱら防御用ですね。そして奇襲要因としてモゲラを入れてあります。モゲラがいればね、ジェットジャガーやメカゴジラが戦っている背後からユニットを襲うことも可能なので、もしもゴジラが来てしまった時もジャガーがメカゴジラ、そしてモゲラの3点囲いで戦うことも可能です。ヘドラも進化してしまえばかなりね防御に役立つので、今の環境では外せないかなと思いますね。さあ皆さんはどんな構成を考えますか。実際手に入れてはないですし、実戦で試してもないですけども、こういう戦い方もあるよねって考えるのもめちゃくちゃ面白いですよね。ぜひコメント欄で意見を教えてください。円形範囲の敵にダメージを与える、まあ、群れにはもっぱら強いということなんですけども、まあ、いかにメタになるユニットとはいえね、相手のユニットとのレベル差っていうのはどうしても消せない問題として出てきますからね。ジェットジャガーが仮にフルマックス星4、レベル4かな、今の時点では。ジェットジャガーがレベル4になって強化できたとしても、相手の、例えばカマキラスの群れ、ユニットレベル15とかね、デストロイヤー容体レベル17とかね、高レベルの群れに囲まれてしまうと、どうしてもユニットのレベル差っていうのは覆しきれないのかなと思いますけれども。何にしてもね、ジェットジャガーの画期的なところって、相手の攻撃を2回防げるところだと思うんですよね。この仕組みが実装されただけでもね、これ画期的なことだと思うんですよ。攻撃速度の遅い相手なら、何個か手数でダメージを与えることができますし、コスト4なんで比較的再出撃もさせやすいですしね。ただヘドラの場合どうなのかな？結構時間差で攻撃してくるから、防御効くのかな？それは手に入れて対戦してみないとわかんないですね。以前の動画でコング来てくれないかななんてつぶやいてみたら、ちゃんとコング来てくれましたから、今回もつぶやいておきます。ジェットジャガー来てくんねえかな。なんとか星4で手に入れたいところではありますね。ここで皆さんに一つお詫びしなければなりません。星4確定地図僕持ってたんですけども、探索ログのところ、あそこ文章出るじゃないですか。そこでですね、大きな鳴き声が聞こえる方向に行くと赤い砂のようなものが見えたっていう感じのね、ログが見えたんですよ。これテレストリスだと思って思わず引いちゃいました。ごめんなさい。ジェットジャガーを手に入れようとしたらテレストリスが強化されてしまいました。しかもその部分を動画に撮ってませんでした。大変申し訳ございません。ということで我が家のテレストリスさんはめでたくレベル6になりました。これでいつジェットジャガーが来てもね、オルティマさんと連携が取れるってもんですね。今の環境で戦い抜くために、今メインのデッキではヘリ基地を入れてますけども、どうもいかんせんね、ヘドラに弱かったりモゲラで潜られてしまったりとかして、簡単に相手にアドを取られることもあるので、最近はメガギラスを入れようかなとも考えてます。でもせっかくならね、星4のウルティマさんをね使いたいんだな。なので少ないチャンスをいかにものにして、星4確定地図からね、ウルティマさんなりジェットジャガーなり引くことができるのかってところですね。バトラーもあと1個でレベル6なんですけども、もし運よくバトラーも強化できてきたら、バトラーを中心としたデッキも考えてみようかなとも思ってます。まあ、いずれにしてもこれからね、まあ、50バト界隈もより賑やかになってくるということで、ますますワクワクが止まんないですね。ということで僕はまた戦いの舞台に身を投じたいと思います。また続報がありましたら動画作りたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。